去れ。うりうわっ、えいはぁうりやよこうりふっ去れ。格納庫か。広いな。中央のエレベーターに出られるか。搬入口から行けそうだ。やあ王様、クリスタルはもうすぐだね。ここまで来られたご褒美、再会を喜んで。これ見覚えくらいはあるでしょ。
人を死骸化させると おい、気をつけろ。封鎖します。ゲートから離れてください。ああ、クリスタルまであと少しなのに。され仲間を踏み台にして目的を達成する。王様らしい決断だよ。さあ急げ。はい。クリスタルの力を得るなら全てを捨てる覚悟で臨むんだよ。ゲートが閉鎖されました。死ぬなよ。友達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。なっか本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だって。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。
当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム正式名。あ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がない。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルにてその力のと王を放棄するのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。みんなと遊んで待ってるから。選ばれし王ノクティス、聖石の力を蓄え真の王の力を得よ。それが我剣神バハムートの啓示。聖石の中、星の魂が宿るところ、選ばれし王たるお前が使命を果たす力を得るための場所。闇に抗いながらお前を待っている。お前が使命を果たし真の王となることを期待している。受け入れによって目覚めた六神は皆この時を待っていた。これより長き時を費やし聖石の力を指輪に蓄えよ。そのすべての力が指輪に集まりし時、真の王の力は完成する。それは永遠の命を持つアーデンを打ち、夜明けを取り戻すただ一つの力。死骸の元凶たる虫を取り込み、星に害をなす力で不老不死となった者、その汚れた身を聖石に拒まれ王位につくことなく葬られた愚かな男。
宝剣の復讐のためだけに希望を眠らせ、ついに世界をも闇で覆った。成績に選ばれ歴代の王に守られたお前を討つまで復讐は終わるまい。不死となったアーデンを葬る唯一の力、歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ、真の王の力を。ヘッドで